山内健司、中学時代のクラス担任から将来絶対に大物になると繰り返し言われていた。中学校では生徒会長を務めていた。中学時代は野球部、高校時代は剣道部に所属し師匠を務めていた。大学時代は教員になるか芸人になるか迷っていたが、教育実習の時に教員は向いてないと感じ NSC への入学を決めた。 NSC 入学当初は地元の友人とエルゴノというコンビで活動していた。真面目に授業に通っていたが、成績順で一番下の C クラスのままで一度も上のクラスに上がれなかった。卒業時に濱家と連絡先を交換し、後に現在のコンビかまいたちを組むことになる。山内のピンネタを見て面白いと感じた。濱家の方から誘った形である。父親は元教員であり、地元の本庄公民館の館長を務めている。弟は地元でコンビニエンスストアの店長を務めている。